言う、いきなりですが、僕は最近、顎を骨折したのですが、効果不効果わかりませんが、僕はこのオーストラリアという地で記念すべき人生初の骨折、入院、手術を経験しました。顎を骨折してからの1週間があまりにも壮絶だったので、今回はその話をしようと思います。僕の顎が言ったのは6月11日。簡単に説明すると、サッカーの試合中、身長195センチの大男の腰と、僕の顔面が正面衝突し、見事に顎が粉砕しました。これは受賞直後に謎の YouTuber 精神が働いて、おもむろに撮った映像ですが、顎が全く動かず、全然喋りませんでした。その後、救急外来直行したのですが、このご時世もあって、なんと診察4時間待ち。待ってる間にどんどん痛みが出てきて、もう絶望。さすがにやばいぞ。と思い、看護師さんに痛み止めを頼もうとしたんですが、当時僕は痛み止めの英語を知らなかったので、ずっと看護師さんに、ペインバイバイください。と言ってました。そして待ちに待った診察の時、レントゲンを見ると、顎関節の骨折はもちろん、あまりの衝撃の強さで顎が真っ二つに割れてたんですよね。そこで2日後に手術が即決定し、晴れて人生初の入院となりました。翌日になるとこんな感じで顎の腫れがどんどん増してきたんですが、これなんかどっかで見たことあるなと思って調べたら、かぐや姫の物語に出てくる帝ということが判明して一人でつぼってました。その後、病院のベッドで1日を過ごし、そしてついに手術の日。朝8時に叩き起こされ手術室に直行。英語での手術説明に必死に耳を傾けるも、専門用語すぎてもはや理解不能。あ、とりあえず顎を治すんだなってことだけは理解しました。そして酸素マスクをつけたと思ったら気づいたら手術が終了してましたね。手術は無事成功したようで、僕の顎には真っ二つに割れた場所にプレート2つ、顎関節にはボルトが12本ぶち込まれてたみたいです。手術後は腫れがひどすぎてこんな顔になってましたが、入院4日目に看護師さんに突然、あ、もう帰っていいよと言われ、顔パンパンの状態で電撃退院しました。現在は顎が粉砕してから約1週間が経ち、見ての通りだいぶ喋れるようになりましたね。で、ここで皆さんが気になってるであろうお値段なんですが、手術費、入院費などを含めてざっくり100万円かかりました。領収書を見た時は思わず顎が飛び出そうになりましたね。しかし幸運にも海外保険に加入していたので、その100万円は保険によって全額保証され、首の皮1枚でなんとか生き延びたって感じですね。そんなこんなで無事に退院したはいいものの、顎が激痛だし物も食べれないので正直メンタル崩壊してたんですが、このしんどい時に僕を神のご加護レベルで助けてくれた人がいて、本当にお世話になったので感謝を込めてこの場で紹介させていただきます。その方はマコさん、マコさんです。マコさんはメルボルンで最も有名なカフェの一つユークスコーヒーでマネージャーとしてバリバリ働かれてる方で、同時に看護師資格も持っており、医療に精通されてる方でもあります。普段からお世話になってたんですが、僕の顎が粉砕したと聞いて真っ先に飛んできてくれて、保険やら食事やらめちゃくちゃ助けてくれたんです。もうほんと命の恩人ですよ、恩人。ただある日、スープしか飲めないのなら味噌汁作りなよとか言って顎出し渡してきた時にはさすがにブチ切れそうになったんです。そんなこんなでマコさんには感謝しかなく、本当にありがとうございましたって感じで、マコさんに先日このゴーンどうやって返せばいいですかと聞いたら、そうね、デュークスのコーヒー600杯と真顔で言われたので、この動画を見てる皆さん、メルボルンに行ったらぜひデュークスコーヒーへ。ちなみにマコさんは医療英語のポッドキャストもやられてて、医療と英語に興味のある方にはめちゃくちゃ有益情報だと思うので、概要欄にリンクを貼っておきますね。そんなわけで、顎が見事に粉砕した僕ですが、なんとか元気でやってますんで安心してください。次回以降はしっかりと留学の有益な情報を発信していくので、もう少しだけこの滑舌にお付き合いください。そして最後に一つ、この経験を通して皆さんに心から伝えたいことは、顎出しは美味しい。